はじめまして、下田光です。日本の長野県に住んで絵画作品を制作しています。はじめは、AP ポートフォリオさん制作の、魔法少女の、ライフサイズのアートトイの制作発表の場所というふうに伺っていました。でその後に、アトリさんの、企画を伺って、すごく規模の大きなイベントだということを初めて知ってすごく驚きました。自分の作品が誰かの手が加わることでまた新しい形になるというのはすごくワクワクする試みです。AP ポートフォリオさんの製品はどれも非常にクオリティが高くて、いつもワクワクするようなアイデアを出してくれるので、一緒に仕事をすることがとても楽しいです。今回もさまざまな製品がありますけれども、その全部一個ずつとてもクオリティの高いものになっていると思います。AP ポートフォリオさんの製品はどれも非常にクオリティが高くて、いつもワクワクするようなアイデアを出してくれるので、一緒に仕事をすることがとても楽しいです。今回もさまざまな製品がありますけれども、その全部一個ずつとてもクオリティの高いものになっていると思います。この星の子供のシリーズというのはもうずっと書き続けているシリーズなんですけれども、私の作品制作の一番テーマとなるものです。この世界を私の目から見て、私の中にある孤独や不安といったものと一緒に、子供の姿として描いています。でなぜ子供の姿かというと、子供というのはまだアイデンティティの定まっていない、曖昧な形をしているので、それというのは一番人間そのものの、器として機能するというふうに感じています。寂しさや孤独感を抱えて生きる現代の人々を描くのがこの星の子供のシリーズです。今回はですね、 AP ポートフォリオさんの制作したさまざまな、トイや製品を購入することができます。今回は今までより、かわいいものとか、実用的なものであるとか、リアルライフサイズの魔法少女のトイなどを購入することができます。どれも制作するのに、何年も時間がかかっているので、すごく思い出深いものになっています。魔法少女のリアルサイズ、リアルライフサイズのトイも、とても素晴らしいクオリティのものになっていると思います。どれも、制作に何年も、かかっていて、何度も何度もやり取りをして制作をしたものなので、すごく思い出深いものになっています。アートトイもすごい今までに比べてデフォルメがされた造形でとても可愛らしいですし、魔法少女のリアルライフサイズのトイもやっぱりすごい、クオリティの高いものになっていると思います。このような規模で、私の作品の世界観を体感していただけるというのは初めての試みだと思います。で立体作品と平面作品が同一の空間にあることで、私の、作品の世界をすごく現実的に体感することができるのではないかなと思っています。近年アジアで私のアートのファンが増えているのはアートトイの影響がすごく大きいと感じています。でアジアの方は、若くてアートに情熱を持っている方がすごく多くて、既存のアートの楽しみ方にとらわれずに自由な楽しみ方をしているなというふうに感じています。今回のイベントでは平面作品に加えて立体作品も多く展示されますので、より私のキャラクターに親しみを感じることができるようになっているんじゃないかなと思いますので、自分の友達に会うような感覚で私の作品に会いに来ていただければ嬉しいです。